私のバカもあんたのバカも透ける薬がありゃしね。思えば最初からそうだったな。ドッドッドッと胸が鳴る。ぬるつく汗が気持ち悪い。たった一度の選択が己の人生を決める感覚。焦り、戸惑い、迷い。ああ、最悪で最高の気分だ。さあ、ひりつく賭けを始めようぜ。逃げんなよてめえ。昔ここを荒らしてた中山だろ。こっちはもう足洗ってんだ。勝手に因縁つけてくんじゃねえよ。そうは言ってもお前はこっちで有名になりすぎたんだよ。上の兄貴も直属の俺らよりお前の度胸を買ってやがる。俺がお前に勝負を挑むって言えば勝負師としての格が違う。負ける前にやめとけだとさ。ふざけんなよマジで。お前のせいで俺のメンツはズタボロなんだよ。うだうだ言ってねえでさっさと勝負しろや。あ？おいおい、こんなやつが中山の代打を買って出るとはな。チキンレースなんてやったことあんのか？あんた、手が震えてるぞ。そんなんで運転できんのかよ。怖いならさっさと逃げればいい。あんたにとっては私は見ず知らずの馬娘だ。助ける義理も貸しを作る価値もね。たまに現れんだよな、あんたみたいなお人よしのバカが。なんで自分から厄介ごとに首を突っ込むかね。さてルールは簡単。二輪で海ギリギリまで走らせた方が勝ち。先にブレーキをかけた方の負けだ。そしてこの度胸試しが終わったらもう中山を追い回さないと約束する。それでいいんだっけか。ああもちろんだ。あんたが生きて戻れたらな。邪念を吹き込みやがって。おいあんた、顔を青くする前によく聞け。恐怖と守りの違いが分かんねえなら下手にブレーキをかけるな。ためらう必要なんてねえ。自然なんだ。飛び越えればただの線だ。恐れなんて不要な荷物はさっさと捨てろ。身を軽くして自由に飛ばせ。勝利だけを見て攻め続けろ。とか言って始まったらノロノロ動くのがギリだろ。ま、せいぜい無様に負けてくれよな。飛ばすぜ。あいつリーダーについてってやがる。しょっぱなから吹かしすぎだろ。おいおいバカか、あいつ海に落ちるつもりかよ。やべえ、これ以上は。
最悪だ、ずぶ濡れじゃねえか。だけど生きてんな。あっつ、心臓うるせえ。この段になっても勝負の話か？相当馬鹿げてるぜ。そんなの。おい、マイク引き上げるぞ、急げって。こんな混乱を引き起こしたあんたの勝ちさ。さあ、ずらかろうぜ。ここまで来ればもう道はわかんだろう。じゃあな。しかし久々に心臓が跳ねちまったな。選抜レース、もう目をつけている子とかいるのか？中山フェスタ、その名前どっかで聞いたはずだが、お前が言ってた子、全然前に行く気配を見せないが。ほれ見ろ、ずるずる下がる一方だ。足はまだ残っているように見えるんだがな。やっぱりダメだったか。次頑張らなきゃな。やっぱり次か。そういう保険が私の中にもあんのかね。フェスタ、心配しなくても平気だよ。あなたが欲しがっているものは必ずトレセン学園にある。心に潜む欲求を満たしてくれる出会いだってあるわ。あそこでならきっと生きていられる。ああ、そうだったらよかったのにな。やめておけ後輩。思い出したぞ、中山フェスタ。あの子はお前の手に負えるような馬娘じゃない。教官たちの間で有名だ。いくら指導をしてもやりたい放題。この間も模擬レース前に問題を起こして停学騒ぎになったらしい。今だってどうだ、あの子の走りは本気に見えたか。もっとちゃんと走ればって思っただろ。やる気を失ってしまったんだろう。後輩、お前には未来がある。苦労して傷つけ合って別れるより関わらない方がお互いのためだ。だからって毎日毎日来んじゃねえよ。中山の話を聞きてえなら本人と直接話せっつの。知らねえよそんな理由。くそ、
ついてくんなって大人が気持ち悪い。お前がここ最近中山について聞いて回ってるトレーナーか。学園でも路地裏でも話題になってるぜ。シリウスシンボルで、お前が知りたかったのは私の名前か。違うよな。さあ尻尾振ってついてきな。あんたが欲しいものを与えてやろう。ここはフリースタイルレース場。走りたい奴が走る無法地帯だ。そしてそやの芝が性に合う稀有な奴らの憩いの場でな。中山も遊び場として利用していたらしい。話を聞いてたか。利用していた。今は走ってねえさ。それこそ最近は。なんだいたのかよ。夜遊びはどうした。ルームメイトさんの楽しみは勝負だけだろ。選抜レースに出る準備が整ったから、まとめて足を洗ってきた。以上。これからはレースっつ、身一つで脳が酔える最高のギャンブルに命を懸けられんだ。余分なものは不要だ。とかほざいてやがったのに。ったく、多少は愉快なやつだと思っていたんだがな。聞け、あいつには致命的な欠陥がある。病院にいる先生ってやつが詳しいはずだ。勝手に私を慕ってくる連中の中に中山の元同級生がいてな。そいつが情報を奉仕してくれたのさ。居場所と連絡先はメモしてある。あとはお前が何とかしろ。小学校のですけど、フェスタの担任を受け持ったのは彼女が5年生の時です。当時はだいぶ手を焼かされました。すべき話も伝えたいこともたくさんあるのですが、その前に一つ映像をご覧いただけませんか。はい、話をする前にまずあの子のいいところを見ていただきたくって。映像は2年前に撮影したもので、彼女が初めて世界に挑んだ時の走りです。私がフェスタの走る姿を見たのはあの子が卒業して以来でした。昔は父のレース教室に彼女もいたのでよく見かけたのですけど、だからあの日はびっくりしたんです。トレセン学園生になったのに相変わらずだなって。フェスタはその日、世界で名を馳せていたあるフランス出身の馬娘の対戦相手を買って出たんです。といってもその馬娘は軽く流す程度のつもりだったようです。故郷の芝に似ているフリーのレース場で少し走りたかっただけで、しかしその場にいた子たちはフェスタ以外誰も相手役には名乗り出ませんでした。自分とはレベルが違いすぎるからと。当然です、相手は体格も能力も圧倒的。本気で走れば走るほど相手と自分の差を思い知って絶望を覚えるだけ。そんなレースで。そうだ、手を抜くなよ。求めてんのはそれだ。彼女は相手の本気を引き出した。暴力的なまでに力量差がある相手を挑発し、目を輝かせて楽しそうに笑顔で。ああ、うっせえうっせえうっせえ、バカみたいに心臓がうるせえ。私は
生きてる。結局フェスタは負けました。でも一瞬世界の首元まで迫ったんです。走り終わった後はボロボロで膝から崩れ落ちちゃいましたけど、おそらく一時的に体のリミッターを外した反動でしょう。でも彼女はデビュー前の体で世界の馬娘に。すみません、興奮したら咳が。失礼しました。トレーナーさん、どうかあの子を生かしてください。あの子は昔路地裏に入り浸って危険な遊びばかりしていました。悪い仲間と危ない橋を渡ればお手軽に心臓が脈を打つから。けれどその程度の刺激は所詮お遊び。本当に彼女の心が求めているのはあの子の本能を燃えたぎらせるレースだけ。それだけが彼女にとっては自分を解放できる瞬間なんです。あんた、へえ、どっかで見た不審者がいると思えばあんただったのか。それでご高説でも垂れに来たのか。真面目に走れって。まさか先生に会ったのか。あのレースは幻だ。まぐれだったんだよ。選抜を見たならわかるだろ。あんなレース二度とできない。下手すりゃデビュー戦も未勝利でもだだこねてそのまま終わる馬娘になるだろうさ。燃えねえってガキみてえに。は？憧れる凱旋門賞で見事2着となったエルコンドルパサーさん。その後長らく活動休止の状態でしたが。ええ、エルはしばらくエルのマスクを継ぐものを探していましたが、決めたのです。やはり世界を取るべきはこのエル自身だと。ということで長期遠征プランを企て中です。皆さん期待していてくださいね。早ければ来年には。失敬。今ここは世界最強の馬娘エルの会見中ですよ。乱入した上に挑戦状とは、その行動の意味理解してますか？ああ。そしてあんたが背負ってる世界への挑戦権をそのまま私に譲り渡してくれよ、エル。そのチケットを有意義に使えるのは一度勝負を終えて過去になったあんたじゃなくて私だ。あのエルに勝負を挑む、凱旋門賞で結果を出したあいつに。デビュー前の私が記者の前で煽るって。
そんな毎日になるなら燃えざるを得ないだろうけどよ。最初のエルとのレースで無様を晒すだけに終わったらどうする？今後を見据える価値すらもないと思われたらその時点で終わりだぜ。なんてこった。あの時のあんたに余計なことを吹き込んだのは私の方だったか。さあ未来を取り合おうぜ。あんたがOKしてくれれば後のセッティングはこちらです。私のデビュー戦前にな。エルとのレースをデビュー戦前の前哨戦扱いですか？なんとびっくり。あなたは世界のことを知らなすぎです。しかしその態度をエルが許せば世界自体がみんなに侮られる。さあ劣敗、屈辱、絶望、あなたはどれをお望みですか？エルコンドルパサー新人ウマ娘の挑戦を受ける、ネット配信にて生放送だってよ。すっかり祭り騒ぎだな。ところでやたらピッチ走法のトレーニングをさせられてるが、普通芝で競うなら逆、歩幅が広い走りに強制すべきじゃねえのか。ピッチ走法は歩幅が短い分回転数が上がり加速力は増すが消耗が激しすぎる。だとか短距離向けの走りだぜ。おっとこれもまた大きく出たな。なら改めて私も会場の下見にでも行くか。あのコースは学園と芝も違えば土も違う。策を練るならそこからだ。本番は荒れるぜ。天気は昨晩の大雨とは打って変わり快晴。ついにエルコンドルパサーさんのレース生配信が始まります。しかし調べてみれば今日の相手本当にド新人だったなんて。こっちとしてはエルコンドルパサーの本気を見たかったのに。まあエルのレースをカメラに収められるだけ御の字じゃねえか。相手がド派手に負けてくれればエルの走りも映えるだろう。おっと始まる前から随分なおもてなしだな。エル、周りの奴らは全員あんたにベットするらしい。当然です。エルは世界を舞ったコンドル。その期待や責任を持ってあなたを叩き落としてあげます。青くせえやりとり。自信がありすぎるせいか未熟なせいか、どちらにせよ今度はクソったらな走りをするんじゃねえぞ。さあ両者飛び出した。先日の雨によりぬかるんだ足元だが、世界と戦った会長エルコンドルパサーの敵ではない。なるほど、さすが世界で戦ってきた相手、集中力も加速力も段違い。こりゃ普通は勝てねえな。中山フェスタが速度を落とした。エルコンドルパサーのペースについていけなくなったか。ではペースは私が作らせてもらいます。おお、やっぱりエルコンドルパサー圧倒的です。余裕のリードかつ減速でスタミナも十分キープできそうですね。無謀の衆だけに取り目だな。ただの減速じゃない、もっとよく見ろよあいつらが走る先を。しまったな、エルの外に広がってやがる。気にすぎてなかった。ここのコースだからこそ起こっていた異変に。おっと第3第4コーナーの内側に大きな水たまり。だがエルコンドルパサーこれにはまらない。これが王
運じゃなくてギリギリを狙ったんだよ。あの一帯は水たまりのせいでもはや見えない。内からなんて到底攻められない。つまり後続の私はエルよりも大外を走るしかない。泥沼か大外か、どちらにせよスタミナをロスすることになる。なら定石通りなんて安牌いらねえよな。まさか、おい、あの子、あの泥の中を全速力で駆け上がってきたぞ。ショートカットはできても下手すりゃ転倒の危険だって。そう、一か八かの賭け。高鳴るだろ、高鳴るだろ。これこそがレース、これこそが勝負、これこそが私のための生きる場所だ。以外に世界を取るべき馬娘はいない。エル、よかったな。大衆は久々のお前のパフォーマンスに沸いて目がくらんでる。無事首の皮一枚つながったか。シリウス先輩は意地悪ですね。分かってます。エルが休養明けだとしても中山先輩はひよっこ、途上、成長中。この程度の勝利で喜んでいれば次はさらに高く飛ばれてしまう。けど今度競った時に勝つのも先に世界を取るのもエルです。おいおい、それが後を継ぐものを探してたやつの態度かよ。そーら、仕留め損ねた鳥が先に舞うぞ。パリの夢を見たいならさっさと牙を研げ、中山。世界は待ってちゃくれないぜ。はあ、終わってみればさすがチャンピオン。結局挑戦者は大口叩いて奇策だけでしたね。盛り上がりはしましたけど。まあ、あの子も追いかければ記事にはなるかもな。狼少年がどこまで落ちるか。バッドエンドが好きな層もいるだろう。ああ、こりゃ大負けだな。デビュー前から見事な集大を晒しちまった。ちげえね、記者どもの目つきが変わった。次を落とせば散々な記事を書かれそうだ。しかしやっばいな、この最悪で最高の賭けは。ひりつくどころじゃねえ、心臓が次を用意しろってうるせえよ。なあ、今さらかしこまってどうすんだ。すでにお互い泥船に乗った身だろ。なれよ、あんた私のトレーナーに。んで、どうせならたっぷり私を生かしてくれよな。